ありがとうございます。1曲目トリックスからリコレクションでした。もう自分で言わなくてもいいっていう、いいですねこの、そんな感じで今日はですね、オールザットジブリ、ジブリジャズあり、順番があれだな、ほぼラストティーン1年生バンドがいきなりフュージョンを外でやってくれたり、3バンド目がちょっと待ってよ、順番がブルームーン、スペインだ、そうだそう、2年生ほぼ2年生バンドのですね、超絶フュージョンバンド、リー・リトナーのキャプテンフィンガーズとかね、スペイン50層バージョンから追いかけっこをするとかね、客が追いかけっこっていうのはなかなか新しくてびっくりしたんですけどね、いやー茶化しが、冷やかしが。で、ハイブリッドブルースバンドのブルームーン。そして、まさか女子高生がこの企画ライブに参加するとは、というのが、実現した、ノラセッションズ。そして、最後、バンド名がですね、ついにネタ切れで、タマバンドで出したんですけども、今回、玉川がやりたい曲を他の、メンバーに頑張ってもらうという意味での玉バンドということでですね、今回、トリックスからリコレクションを1曲と、あとディメンションから2曲やらせてもらいたいと思います。そして、ディメンションをやるっつったらこの構成では足りないですよね。高田さん、オンサックス高田陽介、イエイ。いやーそう、もうすごい言いづらいよね。しかも言わなくても勝手に入るっていう、この面白いからいいんですけども、タイミングがそうです、今までの動画を見てですね、イエイを入れるタイミングをちょっと勉強して入れてほしいなと思いますけども、まあ次からは、このメンツでお送りさせていただきたいと思います。先ほど、ノラセッション、オールザットジブリ、ジャズをやったんですけどね、僕らも満を持してジャズをやってやろうと。準備はいいかな。聞いてください、ディメンションからジャズシガレット。Thank you.
ありがとうございます、ディメンション初めてです。オンキーボードマリちゃん、イエイ。そして、スクエアのイメージが強いですよね皆さん。初ディメンション、初勝田さん、本田さんじゃないですよ、オンサックス高田陽介。そうそうそう、ちょっと遅いかな。そしてですね、イメージなんだろうな、キュトリックス、ガスリーゴーマン、増崎さんのイメージが今までで一番上塗りされるかな。いや最近ですね、いい音とは何かというのでですね、これぞまさに某達郎くんのようにですね悩んでます。哲学的に、哲学の道に入ってる、もういい音とは何だと。あーけどね、いつもかっこいいギターを聴かせてくれる相葉こと、まあ相葉でいいや、相葉。そのタイミング。そして、ベースはですね、今回こんな企画をさせてもらって本当、フュージョンセクションって面白いなと毎度毎度思いながら、やらせてもらってます。ベース玉川直親と、そしてですね、最後いつも本当にいつもね、無茶ぶりを引き受けてくれる、そしていつもかっこいいドラムを聴かせてくれる、そして、最近ではダンスもキレキレで踊ってしまう、そして、さらに、まあ、脱ぎたがりっていうね、いろんな、タグがつく男ですね。オンドラムス平岡翔。最後この曲ディメンションからジャングルダンサー。